朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者、金正恩元帥が、オランチョン発電所の建設現場を現地指導しました。朝鮮労働党中央委員会幹部である、ファン・デンソ、チョ・ヨンウォン、オー・イル・チョン、キム・ヨンスの各同志が同行しました。金正恩委員長は出迎えた幹部たちと挨拶を交わし、オランチョン発電所を建設することについての偉大なキム・イルソン主席の教えがあった時から30数年が過ぎた今なお、工事が完工していない実態を現地で直接把握し、探索を立てるために来たと述べました。金正恩委員長はまず、パルシャンダムの建設現場を見ました。そしてダムの建設を始めてから17年になる今なお、総工事量の7割しかやり遂げなかったことについて指摘し、工事がはかどっていない原因を把握しました。パルシャンダム建設が滞っている諸問題を把握した金正恩委員長は、今のように内閣に任せているようでは、代が変わっても結末をつけそうもないとし、党中央委員会が党組織と党員に何に働きかけ、ダムの建設だけでなく、オランチョン発電所の建設を引き受け手配して、来年10月10日まで工事を完成することについても革命的な対策を立てました。そして水力発電所建設の歴史の規制慣例を破り、北東産栄養青年発電所の建設で栄養深夜を生み出した勢いで、オランチョン発電所の建設を力強く推し進めて完了することにより、金日成主席と金正恩総書記の意見を実行し、ハムギョン北道の経済と人民生活の向上で肝心かなまま電力問題を解決しなければならない。オランチョン発電所の建設に必要な設備資材の供給と輸送に当たっている全ての部門で、生産と輸送を増やすための運動を力強く展開することについて指示し、燃料油も計画通り供給し、ダムの建設現場にある運輸機材と建設機材をフル稼働させて、建設の速度と質を徹底的に保証しなければならないと述べました。金正恩委員長はついで、ウランチョン第ダム発電所を見ました。金正恩委員長は、ウランチョン第5号発電所の発電設備を見て、苦労して発電所を建設しておいて、電力を能力通りに生産できなくてはならない。効率の高い近代的な発電設備を取り付け、フル稼働させて、電力の生産を絶え間なく増やさなければならない。同時に、送配電系統で送電ロスを減らすなら、いくつかの発電所の建設に相当する電力のスペアが生じる。手間がかかることがあっても、送電ロスを減らすための決定的な対策を講じて、生産された電力を効率よく利用しなければならないと述べました。そして、電力工業は人民経済の命脈、心臓も同じだとし、オランチョン発電所の建設に党と国家挙げての力を入れてやってのけなければならないと改めて念を押しました。金正恩委員長は、オランチョン発電所の建設者が国の事情が苦しい中でも陰ひなたなく清らかな心を持ってこれまで多くのことをした。党の政策の実行のために玉の汗を流して遺訓を立ててきた建設者の清らかな心と尽きない力によって発電所のダムが建てられている。国中がオランチョン発電所の建設者と息吹を共にし果敢に奮闘しようと熱烈に呼びかけました。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩元帥が、朝鮮人民軍第810軍部隊管下の洛山海水鮭養殖事業所と食脈サーモン種苗場臨時指導しました。朝鮮労働党中央委員会の幹部であるファン・リョンソ、チョ・ヨンウォン、オー・イル・チョン、キム・ヨンスの各同志が同行しました。金正恩委員長は、洛山海水鮭養殖事業所を現地指導しました。
共産委員長は、核の自責教育室と核闇の養殖場で、事業所の生産の状況をつぶさに見聞きしました。そして、畜産と同じく養殖場でも、クリーンな環境を作って、衛生防疫システムを徹底させなければならないとし、爆散湾に流れ込む河川と工場企業の排水口に、10カ所余りの沈殿域を新しく設け、囲い網の周辺にワカメと昆布の養殖場を整えて、海水の汚染を防ぎ、生態環境を保護していることを評価しました。また、サケの養殖で特に水質管理を科学化することが重要であるだけに、養殖場の水域の海水の温度と酸素量などを検測できる総合的な水質測定機材を設置して、水質検査を日常的にしなければならない。海水での養殖、囲い網の養殖を科学化・工業化するための先進技術を広く取り入れて、汚染されていないクリーンな海の生態環境を高い水準で維持し保護することに力を入れて、サーモン養殖に適した水域を拡大して、至るところでより多くのサーモンを生産しなければならない。サケの加工品の生産の科学化・オートメ化・近代化の水準を高めて、衛生安全と品質を徹底的に保障し、規格化・標準化を実現しなければならない。朝鮮東海で養殖したサーモンとその加工品を、平安テドン湾水産物食堂に集中的に送って、人民の食卓を賑わわすべきだと述べました。金正恩委員長は、即膜サーモン種苗場を現地指導しました。金正恩委員長は、革命自責教育室と屋外用の池など、種苗場の各所で管理と経営をどうしているかを見聞きしました。そして、種苗場の従業員が、2015年5月の現地指導の際の課題にのっとり、これまでの3年間、種苗場を高い水準で近代化するために励んで、多くのことをやってのけたことを高く評価しました。また、採卵と産卵、稚魚の生産を正常化し、植物性餌の研究をさらに深めて多量生産し、科学的な種苗の保存システムを立てて、種苗が退化しないようにすることにも引き続き力を入れるべきだ。国の水産資源と生態環境を積極的に保護することを、党と国家、人民挙げての事業として力強く推し進め、海水養殖、淡水養殖を広く行い、稚魚を大々的に放流することも一貫して進めるべきだと述べました。金正恩委員長は、今はサーモンを安全に生産できる物質的、技術的土台が十分整えられ、科学化、近代化の水準も一段と高められた、サケの養殖を活性化できると言って、我が国に明るいビジョンの高級魚属の生産地が作られたことに大きな満足の意を表しました。金正恩委員長は、即膜サーモン種苗場の従業員が、養殖の主体化、近代化、科学化、工業化、集約化の旗を高く掲げて、引き続き成果を収めることにより、朝鮮労働党の養殖に関する政策の実行で国中の手本になるものと期待し、共に記念写真を撮りました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家、軍隊の最高指導者、金正恩元帥が、全人造船場を現地指導しました。朝鮮労働党中央委員会の幹部である、ファン・ジャンソ、チョ・ヨンウォン、オ・イル・チョン、キム・ヨンスの各同志が同行しました。金正恩委員長は革命自責教育室を見ました。金正恩委員長は、全人造船所の人たちが、偉大な金正恩主席が12回、偉大な金正恩総書記が6回も訪れた栄光の仕事場で働く限りない誇りを胸に、造船所の誇らしい発展の道のりに刻まれた忠実さのバトン、自力更生のバトンを継いで、船の建造で新たな飛躍をもたらして、労働党の船地の指導の業績を生命なく輝かせるべきだと述べました。
委員長は主席と総書記が現地指導した怒りの鎖職場をはじめ各生産工程と造船現場で造船所の実態全般についてつぶさに見聞きしました。この日、金正恩委員長は造船所で新たに建造した戦闘艦船のメカニズムと戦術技術の所見、武装装備の設置状況も把握し、直接テスト公開を行って、造船所の労働者が自力構成の革命精神を高く発揮して、海軍武力をさらに強化できる機動及び火力能力の優れた戦闘艦船を立派に作ったことを評価しました。そして、チョンジン造船所は造船の歴史もあり、技術水準も高いので、これからいろいろな船を立派に建造できると励まし、造船所の造船工程をより近代化するための具体的な課題を示しました。金正恩委員長は、三面が海に囲まれ、河川が多い我が国で、経済全般を活性化し、人民生活を一段と向上させるには、決定的に船舶工業を盛り立てるべきだ。大型貨物船と貨客船、漁船、戦闘艦船など、各種船を多く建造して、水産業と海上運輸、海外貿易と国家防衛力をさらに発展させるべきだ。チョンジン造船所は我が国で大型船舶を建造する造船所の一つだ。23年前に大型貨客船南山番標準号を立派に建造した歴史があり、将来性のある造船所だ。こう述べ、チョンジン造船所を整備し拡張してリニューアルすることにより、船舶建造能力を高めることについての課題を示しました。そして、私はチョンジン造船所の労働者を固く信じて、新しく計画している近代的な貨客船の建造をこの造船所に任せることにした。すでに万元本球場に建造した経験もあるので十分できるだろう。思い切って展開し、革命的に取り組んで意気込んでやってみよう。この過程に造船所の造船技術をさらに発展させ、生産工程の科学化近代化をハイレベルで実現して、チョンジン造船所が共和国の船舶工業を一段と跳躍させる上で先頭に立つようにしよう。大衆の尽きない思想の力、偉大な精神力を残らず発揮させるとき、この世にやり遂げられないことはない。造船所のリニューアルと貨客船の建造を通して、著者の革命の革新舞台、国の長男の英雄的キム・ソン・金正恩労働者階級の革命的気概と思想的精神的特質を余すところなく誇示すべきだと述べました。金正恩委員長は、チョンジン造船所の労働者が党が示した新たな目標達成で輝かしい遺訓を立てて、党中央の期待に立派に報いるものと確信しました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国民委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩元帥が、ラナム炭鉱機械連合企業所の9月1日機械工場を現地指導しました。朝鮮労働党中央委員会幹部のファン・ビョンソ、チョ・ヨンウォン、オ・イルチョン、キム・ヨンスの各同志と、朝鮮労働党ハムギョン北道委員会リー・ヒヨン委員長が同行しました。金正恩委員長は、革命自責教育室と科学技術普及室、機械組み立て場など工場の各所で生産の実態を見聞きしました。委員長は、工場の労働者が熾烈な突撃戦を繰り広げて、近代的な生産及び生活用の建物を建設し、工場の外と中を一新したことを評価し、生産用の建物の正常管理とともに、生産工程と設備の技術仕様の改善にも引き続き力を入れるべきだと述べました。そして、機械と特注設備の生産の熱風が巻き起こる湧き立つ作業現場を見て、工場の労働者技術者が創造的協力を強化し、集団的技術革新運動を広く行って、生産能力を拡大し、機械製品の近代化、オートメ化をハイレベルで実現すべきだと述べました。
また工場で生産と科学技術を密着させ、大胆かつスケールを大きく作戦し、粘り強く実践して、工場の物質的技術的土台をさらにしっかり固め、高い技術を要する機械製品も作らなければならない。科学技術普及室をさらに充実させ、働きながら学ぶ学習機能を徹底させて、工場の従業員皆が機械設備に精通し、近代科学技術を身につけて、機械製品の質を決定的に高めるべきだ。工場で従業員に対する立派な物質文化生活状態を作ることに深い関心を向けて、生産で飛躍を遂げるようにすべきだと述べました。金正恩委員長は、ダムの炭鉱機械連合信用書の9月1日機械工場の任務と役割がとても重要だとし、思想技術文化の三大革命の旗高く、工場を屈指の機械製作中心基地により立派に築くための課題と方途を示しました。金正恩委員長は、工場の労働者が、人民経済各部門で切に求められる、能率高く近代化した各種機械製品の生産で、一大飛躍を遂げ、国の機械製作工業の発展を大いに寄与するものと確信し、共に記念写真を撮りました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者、金正恩元帥が、ヤンブンジンホテルの建設現場を現地指導しました。朝鮮労働党中央委員会の幹部である、ファン・ギョンソ、チョン・ヨンウォン、オー・イル・チョン、キム・ヨンソの各同志が同行しました。海も綺麗で、その花も素晴らしい四文人にホテルを建てることについても、偉大な金正恩総書記の数回にわたる教えにのっとり、2011年7月に着工した四文人ホテルの建設は、今、基本の建築工事が終わり、内部工事の段階にあります。金正恩委員長は、党が資金と資材の供給対策を講じるから、朝鮮労働党ハムギョン北道委員会が、道内の建設者を指導者の意見の実行と総決起させ、来年10月10日まで四文人ホテルを立派に建てて、総書記に中将の報告をすべきだとし、四文人地区を人民の立派な憩いの場にユニークに作るための方向づけをしました。そして、四文人は海辺の景色が特に美しく、鉄道と航路、道路が近く、交通条件も適しているので、人民がいつでも来て楽しめる理想的なところだ。ホテルの建物を中心に海岸沿いの600メートル余りの区間に、バラエティに富む形と用途の海岸公園の宿舎とサービス施設を追加建設して、この地区を特色ある四文人海岸公園に築くべきだと述べました。そして、ホテルの外部の立面図がうまくできず、収容能力も小さい。平壌と道の設計チームが共同で設計を全般的に検討し、近代感覚に合うようやり直しを指示しました。平壌委員長は、ホテルの仕上げ工事を道の力で行いながらも、平壌から専門技術チームを送って手伝うようにするとし、その過程に道の設計と建設チームを強化し、発展させるべきだ。四文人とその周辺には、名所と有名な温泉があるので、電撃サービス施設を立派に整えた近代的なホテル、旅館が建てられれば、道内の人々だけでなく、国中の人民がこの一帯で登山と観光をと、釣りと川漁、温泉浴を楽しみ、十分な休息と文化生活を思う存分営むことができるだろうと述べました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩元帥が、温布休養所現地指導しました。朝鮮労働党中央委員会幹部のファン・ギョンソ、キム・ソンナム、チョ・ヨンウォン、オ・イル・チョン、キム・ユンスの各同志が同行しました。人民に潤いのある生活条件を与えるためのことにいつも第一の関心を向けている敬愛する最高指導者金正恩委員長は夜更け温泉休養所を訪れ、
どのように管理し運営しているかを見聞きしました。そして、常々を強調することだが、キム・イルソン主席とキム・ジョンイル総書記の指導の業績が秘められているところの人たちは、仕事に励んで、その実績を言葉や文字ででなく、人民が実際にその恩を被るようにして、主席と総書記がどんなに尊い遺産を残したかを肌で感じるようにしなければならないと、切々と述べました。また、キム・ジョンウン党委員長から、温泉の湧出量と湧出口の温度、風呂場の温度はいくらであり、休養所の収容能力はどれくらいか、今、休養に来た人は何人かを詳しく聞いて、温泉休養所を近代的に新築する課題を示しました。続けて、我が国の有名な温泉地帯である温泉休養所一帯を、人民の便利と文化生活の高さがハイレベルで具現された休養所としてユニークに作ろう。人民軍で来年立派に建設して人民にプレゼントするようにするつもりだ。人民が休養に来て十分に休み、温泉治療も受けられるように、すべてのサービス網が揃った総合的サービス施設、医療ケア施設に立派に作り、温泉地帯の特性を生かして設計を独特にして、共和国にまたとない温泉休養所の手本に立てなければならないと述べました。さらに、キム・ジョンウン党委員長と話し合い、軍党委員会の目下の活動と今後の計画についても聞き、軍の独特な発展についての尊い教えを与えました。キム・ジョンウン委員長は、数日前も強調したことだが、党中央は軍党委員会に国の東南地域の重要化資源を委ね、軍内の資源を正しく利用して人民が豊かに暮らすようにし、国の経済を几帳面に運営すべき責任を与えた。国家活動全般がスムーズに行われるためには、各軍党委員会がその役割を正しく果たさなければならない。主席と総書記の不滅の革命事績で名高く、陶磁器と温泉の自慢があり、有名な名勝地が多いことで広く知られた県村軍の天然資源を、軍の経済発展に効果的に利用するなら、軍はいくらでも他に劣らない発展を遂げられる。県村軍は、田野と山、海があり、交通の条件も良い。工業と農業、水産業を発展させる土台も築かれている以上、軍党委員会が、自然の利、経済の利がある軍の産業を早く発展させるために、鋭意努力しなければならないと述べました。金正恩委員長は、共産軍党委員会が、党政策の貫徹へと軍内の人民を奮起させて、自力で軍をすごい立派なところに発展させる上で、画期的な転換をもたらすものとの確信を表しました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者、金正恩元帥は、ハムチョン北道県村郡チョンチョン里に大規模な野菜ハウス農場を建設する構想を持って現地を視察しました。朝鮮労働党中央委員会は幹部であるハン・ダンソ、チョン・ヨンウォン、オー・イル・チョン、キム・ヨンスの各同志が同行しました。平野地帯より不利な北部海洋性気候の条件下でも年中青々としたいろいろな野菜をたくさん生産して人民にふんだんに供給するために心を砕いてきた金正恩委員長は、党中央軍事委員会の決定によって移動配備される県村郡春県寺の飛行連隊の区画に大規模な野菜ハウス農場を建設する構想を持って現地に出向いて直接敷地を見立て、雄大な野菜ハウス農場の建設ビジョンを示しました。金正恩委員長は飛行場の区画の広々とした緑道を眺めて、ここに100ヘクタール規模の野菜ハウス農場を建設するなら素晴らしいだろう。これぐらいのハウスの面積なら道内の人民の需要を十分満たせるだろう。今日は本当に気分が良い。このように人民のための考えることを一つ一つ見つけてやり遂げる時が一番嬉しいと満足の意を表しました。そして、朝鮮初のスケールの大きい膨大な野菜ハウス農場の建設であるから、人民軍が全て引き受けて短期間にやってなければならない。
党が浜野北道の人民のために投資を惜しまず思い切って建設する農場であるだけに、速度、質ともに保障して最高のレベルで建てなければならないと念を押しました。また農場員の住宅エリアと文化施設も都会に劣らず近代的に文化的に建てて、農村を文字通り暮らしよく働きよい社会主義農村文化建設のモデル、社会主義の楽土に立派に作ろうと述べました。金正恩委員長は野菜ハウス農場の建設を力強く進めるための力ある建設指揮部を組織し、無門別の文化を設けること、ハウス設備の製作と建設資材の供給、ハウス専門の技師の育成と種子、労力の確保など、農場の建設と運営の準備における相対的方向を示しました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国民委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩元帥が、朝鮮カバン工場を現地指導しました。朝鮮労働党中央委員会の幹部であるファン・リョンソ、チョ・ヨンウォン、オ・イルチョン、キム・ヨンスの各同志が同行しました。子供と青少年に良質で見栄えの良いカバンを送るために心を砕いてきた金正恩委員長は、近年国中の需要を満たせるカバンの生地とファスナーをはじめ、カバンの製作に必要な資材の生産工程を一つ一つ設けました。そしてその能力アップにふさわしく、各道で独自の生徒学生用カバン工場を整備し、資材をもらって良質のカバンを大々的に生産し供給することを重要な政策的課題とし、強く推し進めることについての課題を示しました。また朝鮮労働党浜行北道委員会が第一義的に堅持していただけ、重要な政策的問題を手放して形式主義にとらわれている、党の方針を受け入れ実行する態度が本当に上回っている、党の政策の実行に粘り強く取り組む革命的気概と主人としての仕事ぶりが感じられないと厳しく指摘しました。ついで工場のサンプル室でカバンの生産を始めて1年半になったというが、その間生産の水準が高まった、従業員の水準も結構だ、カバンの色とサイズも対応で年齢に合わせて手間をかけて作った、ランドセルの2枚帯全体にスポンジをもっと厚く入れなければならない、特に肩の部分には今の2倍ほどスポンジを入れて、重いランドセルを背負っても痛くないようにしなければならない、品質向上にもっと力を入れなければならない、原材料の生産に当たった天安の各工場でカバンの生地とファスナー、テープをはじめ部品の資材を国産化しハイレベルで生産しなければならない、特に財布を質的に貴重面にして、子供か生徒たちがランドセルをいい加減に扱っても糸がほぐれたり破れたりしないように丈夫に作らなければならないと述べました。そしてカバンの生産コストをもっと下げなければならないとし、今生徒学生に供給している人道レラブルのノートとカバンをはじめ学生用品の価格を再び見直すことについて指示しました。続けて国家の負担が大きくなっても人民が不自由を感じるようにしてはならない、価格についての大衆の評価を聞いて是正することは是正しなければならない、労働党の各同委員会が責任を持って各同に生徒学生用カバン工場を建設するようにしたが、いくつかの同のカバン工場の建設具合を見聞きしたところ、その水準が著しく違う、小さい生徒学生用カバン工場を一つ建設するのもこのように水準が違うのは、決して各同の経済力の差でなく党の政策を受け入れる幹部たちの考え方の差だと言わなければならないと述べました。金正恩委員長は、工業の潜在力が大きい浜行北道が力を発揮してこそ国の経済全般が活力を持って前進することができるとし、朝鮮労働党浜行北道委員会は一日も早く欠点を補い党の政策を実行するために奮闘して、道を国の頼もしい根幹工業の地帯に作り、
人民生活の向上に画期的な転換をもたらすものと期待しました。朝鮮人民の祖国解放戦争勝利65周年を迎えて16日と17日共和国英雄賞を受けたソン・ヒソン、コン・ジェファ、リー・ビョンピル、リー・ヒョンウォン、キム・ジェフォン、チャ・ホナムの各烈士の遺骸を祖国解放戦争参戦烈士の墓地に安置する儀式が執り行われました。儀式では発言について烈士の遺骸が安置されました。一度烈士の墓に献花し黙祷を捧げました。以上でこの時間のニュースを終わります。冒頭はチョ・ジョンイル・オイミスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。朝鮮労働党の科学教育重視の思想。この4月に行われた朝鮮労働党中央委員会第7期第3回総会では、社会主義経済建設に総力を結集することについての新たな戦略的路線を打ち出し、それを実現するためには科学教育に革命的な転換をもたらすべきだと強調しています。これは科学教育を優先させて社会主義強国建設の最終的勝利を早めようとの朝鮮労働党の固い意志の表れです。現在科学教育に革命的な転換をもたらすのはまず社会主義経済建設の速度をより加速化するための先決条件です。自国の科学技術力が強く教育のレベルが高いとき、国の自律的経済構造の完備と人民経済の持続的な発展が可能になります。そして人民皆が最上の文明を最高の水準で享受できる特質文化の条件と環境を築くことができます。つまり科学と教育を速やかに発展させることは年代と世紀をまたがる社会主義強国建設を最大の速度で推し進めて共和国が社会生活のすべての分野で飛躍を遂げるようにするキャリアある愛国引用です。科学教育に革命的な転換をもたらすのは次に父の子孫の永遠の繁栄を保障するための重要な要求です。歴史の一時期でなく世紀を継いで絶えず繁栄する国が真の意味での強国です。真の愛国者は常に当代の一時的な繁栄よりも国の将来と子孫万代の幸福をもっと大切にし、そのために一心を投げ打って戦います。今朝鮮労働党が推進している社会主義強国建設は次の世代に繁栄する国を譲り渡し、子子孫孫世に羨むものない尊厳ある幸せな生活をもたらすための万年の計の愛国引用です。発展する革命の要請と国の将来の展望を深く洞察した金正恩委員長は党中央委員会4月総会で、科学で飛躍し教育で未来を保障しようという戦略的スローガンを示し、科学技術の強国、人材強国の建設に拍車をかける上での課題と方途をはっきり示しました。朝鮮人民は科学技術の威力、人材大群の力で国を繁栄する社会主義国に作り、人民の自主的理想と幸福を花咲かせるための朝鮮労働党の戦略的構想を見事に実現するでしょう。朝鮮労働党の科学教育重視の思想を交代してお話ししました。労働者の宮殿。国には労働者の宮殿、労働者のホテルだと呼ばれる労働者の寮があります。その寮は大規模な織物生産工場であるキム・ジョンスク平壌紡織工場にあります。主治102年2013年10月、キム・ジョンスク平壌紡織工場を訪れた敬愛する最高指導者キム・ジョン委員長は、偉大なキム・ヨソン主席と偉大な金正恩総書記の細やかな指導のもとに歩んできた工場の発展の歴史を感慨深く思い起こし、生産の状況と新設の食器などのメカニズムと製品の質について具体的に見聞きしました。そしてキム・ジョンスク平壌紡織工場だけを見ても
主席と総書記の人民のために尽くした献身の歴史がよくわかる。この工場には主席と総書記の熱い人民愛が招待生されているとし、生産をハイレベルで正常化し産業を増やすためには生産の直接の担当者である労働者に立派な生活条件をあてがうことにまず関心を向けるべきだと言いました。金正恩委員長は工場の寮を訪れた主席が味噌汁の味を見、総書記は工場の寮を立派に建てることについて念をした。工場に立派な寮を建ててあげようと言い、寮の敷地も見かけ、建設での懸案も全て解決してくれました。このようにして工場には寝室と食堂、バスルーム、美容院、商店、クリニック、図書室など電力サービス施設が完備した労働者の生活の場が築かれました。2003年2014年4月、完工した労働者の寮を訪れた金正恩委員長は寮長にあり本当に素晴らしいとし、寮の各所を見ました。そして女性の趣味に合わせて壁の色も落ち着きのある色にしたとし、労働者の生活に不自由がないよう最大限便利を図るよう、寝室はもちろん図書室も立派な作りだととても喜びました。寮の竣工式の日、宮殿のような生活の場に新居入りした女性労働者たちは、目の前の現実が夢のようで、見るもの聞くもの皆が素晴らしいの一言でした。労働者たちが一日の仕事を終えて寮に帰ると、優しい母の思いやりが宿る愛しい実家を伝えました。実家よりもっと温かい情が労働者たちを抱き入れ、親の愛情に勝る恩情が寮の至る所に宿っていました。金正恩区天安紡織工場の労働者は、宮殿のような生活の場をあてがった金正恩委員長の恩愛を歌い、織物の生産で多大な成果を上げています。労働者の宮殿、購買してお話ししました。